さっきの動画の続きです。この動画を見た X 民からは多くの批判の声が上がりました。結構辛辣な内容でしたよ。例えばね、その一つをご紹介するとこれですね。アーアさんという方、7月8日のツイートというかポストですね、都知事選後の会見で次から次に喧嘩を売る石丸伸二さん、中でもこれはかなりひどい。なぜここまで高圧的で相手を小馬鹿にする態度が取れるのか。政治家を目指すなら何度聞かれても丁寧に説明しちゃんと対話すべきだと思うんですけど、また聞くんですかとかね、このうすら笑い浮かべながらね、また聞くんですか、それどういう意味ですかみたいなね、また同じことを言わせるんですか、もう何でも言ってますよね、もうどっかに貼ってたらどうですかみたいなね、こういうこと普通言わないじゃないですかね。この動画に関する僕の感想は控えたいと思いますけどね。ただ一つ言うとすればですね、これはおそらくね、批判覚悟であえて意図的にやってるのではないかということなんですね。石丸さんはわざとやってると僕は思いますよ。これそんなにねバカじゃないと思うんですよ。これはね意図を持ってやってると僕は思ってます。ただこの動画に限らず石丸氏の話にはね、奇妙な構文のようなものが潜んでいますね。これが最近流行りの石丸構文と呼ばれるものですね。X 上には石丸構文がたくさん今上がってるんですよ。皆さん見てくださいね。ここではね、相互フォローしていただいている、ね、クレハさんの作品をご紹介します。いいですか、これね、7月8日のクレハさんのポストですね。ご注文は、これ店員が言うんですね、ご注文は、そして石丸さんがコーヒーです。この店員さんがホットアイスどちらにされますか。石丸さんがコーヒーと言いましたよね、ではホットでよろしいですか。石丸さんがコーヒーと言ってますよね。店員がなので、ホットとアイスどちらをご希望されるのかお聞きしています。同じ質問を繰り返されてます。さっき答えたばかりですけど。なのでどちらをご希望なのか伺っています。もう一回言えってことですか。いえ、ホットなのかアイスなのかお伺いしてます。コーヒーって言いましたよね。はい、コーヒーとのご注文を受けたので、アイスコーヒーをご希望なのかホットコーヒーをご希望なのかお伺いしました。つまり僕がコーヒーをホットにしたいかアイスにしたいかって聞いてるんですか。さっきからそれを伺っています。ではあなたはホットとアイスどちらが美味しいと思ってますか。もう帰っていただけませんかこういう感じだと、こんなのが2位なんだってということでね、締めておられますけどね。僕はこのようにリポストしました。なるほど、これが石丸構文か。僕は進次郎構文との、比較をしたんですね。進次郎構文、中身はないが笑える。石丸構文、中身はない上に不快になるというふうに書きました。まあ、小泉構文というのはありますよね。皆さんご存知ですよね。小泉構文って知ってますよね。小泉進次郎さんのね、時々言ってる言葉がはぁってなるじゃないですか、あれですよ。まあ、僕はいつも例に出してるのはね、僕はね、朝食は基本朝食べることにしてるんですよとかね、まあ、他にもちょっと例をしましょうね。連休になるとね、なんか休みが続くんだよねとかね、笑ってる人ってね、みんな笑顔なんですよ、見てくださいとかね、こんな感じですねまあバカバカしいというか内容は全くないんだけど、まあ笑えるじゃないですかね。また言ってるみたいなね、データデータみたいな感じじゃないですか。ところが石丸構文というのはね、ちょっと違うんですね。はい、もう一つ挙げました。小泉構文、小泉進次郎さんのことですね。中身はないけどストレス解消。石丸構文、中身はない上ストレス鬱積というふうに書きましたこの石丸構文も含めてですね、この石丸さんの対応、マスコミ対応ですね、これについて、ニコ姉さんがこのようにポストしています。石丸くんが落選インタビューでお得意の構文で自慢してくれたおかげで、支持者や熱狂的なファンもおとなしくなったね。さすがに恥ずかしくて出てこれないんだろう。当初から都知事の器ではない、おかしいと言っていたらお前後で恥かくぞ、後悔することになると言われたけど、そっくりそのまま返すわというふうに書いてますね。面白いですね。百田の奥さんもこのようにポストしてましたね。今回の都知事選当選者は小池氏だが、最も大きなポイントを稼いだのは石丸氏かもしれない。市長辞任から都知事選立候補、さらに選挙戦術において最高の展開を演じた。しかし最後の最後、各テレビ局との落選インタビューで大失敗した。まさに求人の項を一気に書く
と読むのかな本人分かってるかなというふうに書きましたね。この求人の項を一気に書くというのはね、どういう意味かというと、まあ今までね、積み重ねてきたことを最後のね、爪が甘いばっかりに台無しにしてしまうことを言うそうです。これさっき調べたんですけどね、まあ、まさに百田さん教養あるね、こんな言葉がパッと出るんですね、すごいですね百田先生やっぱり。狼の牙が冴える時という方がこのように書いてますね。石丸伸二の選挙手法は完全にこれ、この国にはこれに引っかかっている B 層が未だに多いんだよなということですね。 B 層って何なんですかね、バカなという意味かな。この B というのがよく分かりませんけど、まあ、誰かがこれ使った言葉なんですよね、まあ、なんていうかな、情弱というような意味だと僕は思いますけどね。まあ、その頭はそんな悪いんじゃないけど、まあ、例えばオールドメディアだけにこう毒されてそれで判断しているような人たちという意味じゃなかったかと僕は思います。ちょっとこれ調べておかなきゃいけなかったんだけどね、ちょっと調べるの忘れましたが、まあ、そのような意味だと思いますけどね。大衆に考えさせない宣伝、シンプルなスローガンの反復、ね、感情的な映像の利用、敵の標的化、娯楽への政治的メッセージの埋め込み、 SNS での情報操作、統計の恣意的な使用ということを書いてますね。これ確かにね、こういうものを使うとね、やっぱりね、B 層の方々はね、B 層の方、僕も B 層かな、あ違うな、 SNS 使ってますからね、いろいろ総合的に判断する人は B 層ではないと思うんですけどね、 B 層の人っていうのはやっぱりこうどちらかに偏ってるってことなのかな。そういう人たちはですね、まあ、オールドメディアだけとかね、 SNS だけとかいう人はこの B 層に入る人が結構多いんじゃないかと思うんですけどね、まあ、こういう人たちは、洗脳されやすいんじゃないかということなんですよね。僕はこのようにリポストしました。 B 層の特徴、それに引っかかっていることに気づかず、逆に注意をしてくれた人に突っかかってくるということなんですね。まあ、僕は何度もこの石丸審判の人たちからね、噛みつかれておりますけれども、はい、今ね、まあ、楽しんでるんですけどね。まあ、いろんな方がいろんなことをおっしゃってます。でそれは全部わかります。僕もね、共感してるんですよね。ただしね、石丸さんはあえてね、マスコミとの対立構造を作り出している面があるんですよね。もしかしたらマスコミとの対立は SNS の発信の威力を増してね、 SNS 仲間との絆を強めるというセオリーがあるんではないでしょうかね。ただし選挙後のインタビューで眉を潜める支持者、ドン引きする支持者も出始めていますね。なのでそうした落胆組を増やすのも今後の選挙においては得策ではないと判断したらですね、今後はね、ややマスコミとの融和姿勢を見せるようになるかもしれませんね。その点は石丸さんは結構ね、やるかもしれないですよね。それともう一つ、昨日石丸さんに関するネガティブな情報が飛び込んできました。それはなんとね、石丸氏が裁判で負けたという情報なんですよね。こういうね、客観的な情報はね、石丸審判の方もしっかり見なきゃダメですよ。毎日新聞です。石丸伸二の敗訴確定、秋高田市長選ポスターめぐり支払い命令というタイトルの記事ですね。広島県秋高田市の石丸伸二前市長から選挙ポスターやビラ政策を請け負った印刷会社が代金の未払いがあるとして石丸氏に約73万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷草野光一裁判長は5日付で石丸氏の上告を退ける決定を出した。金額の支払いを石丸氏に命じた1、2審判決が確定した、裁判官4人全員一致の判断ということなんですね。まあ、予想通りね、上告棄却でしたね。これは僕何度も言ってましたけども、その通りになりました。これでまあ判決が確定したわけですよ。当然のことでしょうね。1、2審判決によると、印刷会社は石丸氏から2020年7月に依頼され、ポスター260枚とビラ1万6000枚を納品。石丸氏は翌8月に市長に初当選した。まあね、まあ、はっきり言わせてもらえば当選したのにね、代価を支払わないなんてね、ひどいですよね。僕の知り合いにもね、印刷会社に勤めてる人がいるんですけどね、まあ出版不況とかね、紙媒体不況の中でね、もう結構ギリギリやってる印刷会社が多いんですよね。まあ、正直このようなね、未払いが複数重なるとですね、多くの中小の印刷会社は従業員へのね、給料の支払いもままならなくなってね、まあ、倒産する危険性さえあるんですよね。
安芸高田市の条例は市長選や市議選の候補者に対して選挙用のポスターやビラを制作した枚数に応じて一定数を公費で負担すると決めている。ありがたい制度があるんですね。それはあくまでも公費による部分的な補助ですからね、全額公費負担とすることになっているわけではないんですよ。この辺誤解している人がいるので、注意が必要ですね。会社には選挙後石丸氏側から公費で負担される約34万円のみが支払われた。これだけしか払ってないんですね。会社は実際の代金は107万円だとして差額分の支払いを求めた。当然ですよね。これ従業員の給料とかね、材料費とかね、いろんなあの外注費とかいろいろありますからね、大変なんですよ。石丸氏は訴訟で請求額を公費負担分にすると会社と合意していたと主張した。ここはね、原告被告ともにね、言った言わないの、まあ、水掛け論になっていたと思われるんですけどね。これに対し一審広島地裁判決、23年5月は営利企業が赤字を嫌がらずに業務を受け負う理由は乏しいとして合意の存在を否定。二審広島高裁判決、23年12月も支持していたと。まあ当たり前ですよね。裁判所は判決にあたっては当然その代価の正当性についても検討しね、社会通念上というか、まあ、あるいは業界での相場というものを見てですね、107万円は妥当なものとみなしているわけですよね。僕は実は関係者と見られる人からね、これちょっとね、あまり詳しくは言えないんですけど、関係者と見られる方からね、情報提供を受けたんですよね。それによるとね、石丸氏関係の仕事ではね、その金額には現場の社員もね、まあ、休日出勤して対応していたわけですよ。でやっぱり間に合わせなきゃいけないということでね、やっぱりここまでに早く作ってくれとかね言われたんでしょうね。休日対応料金や到着に間に合わせるためのチャーター便代や折り込み料もそれに含まれているというふうに言ってましたよ。つまりね、チラシ代だけじゃなくてね、折り込み料というものも、あったわけですね。でチャーター便の代金とかもあったわけでね、それで107万円に積み上がってなったわけですね。それとね、印刷会社には石丸さんの妹さんが勤めていたんですけどね、まあ、こういう問題になってね、いたたまれなくなって、退社したというふうに言われてるんですよ。ちょっとかわいそうですよね。まあ、それなのにね、石丸氏は市長になった後もね、頑として、差額の支払いに応じなかったということなんですよ。どう思いますか？古賀茂明さんがこのようにコメントしています。これはただの代金未払いではなく、市長という強い立場に立った者が中小企業いじめをした事件だと捉えるべきです。弱い者いじめをする政治家に支持が集まるのはなぜか、よく考えなければなりません、というふうに厳しく書いてますね。実はね、石丸さんはもう一つ裁判を抱えてるんですね。このように2つ抱えていたんですね。今この左と右の欄がありますけどね、左はもう決着ついたんです。石丸さんの完全敗訴ですね。最高裁が棄却しましたからね。右側のやつ、これは名誉毀損の裁判なんですけど、石丸さん側が一審で敗訴し、二審も敗訴しています。もうすぐね、最高裁の決定が出ると思いますけれどね。石丸さんのポスター代金については完全に予想通り上告棄却になりましたけどね、僕ははっきり言って、この名誉毀損の裁判においても上告棄却になる可能性が非常に高いというふうに思いますよ。普通、まあ常識照らしたらそうですからね。ただそれでもなおね、まだ現段階において、まあ判決が確定したわけではないのでね、この件に関してはこれ以上のコメントは差し控えたいと思います。一般的には上告棄却になることがもうほとんどですよ、というだけのことですね。ただこうした一連の裁判を通じて垣間見えるのが、石丸氏が不誠実な人物ではないんだろうかという疑念なんですよね。仮に不誠実な人間だったとしたら、それは政治家としての資質という面において疑問を感じざるを得ませんね。石丸氏は今後衆院広島1区での戦いを想定していると言われているんですけれどもね、その際既存政党やマスコミとの対立構図を作り出して、それと戦う政治家として SNS 等を通じてね、自己アピールすることになるかもしれませんけどね、そのこと自体は新しい選挙マーケティングの手法として大いに結構だと思っています。しかしね、もし人間としての誠実さを大事にしないようであれば、先が思いやられると言わざるを得ないんですよ。まあこうした僕の懸念がね、いわば杞憂であり、石丸さんがそのような人物でないことを、まあ、祈っていますけどね。
そして特に若い層の有権者に申し上げたいことがあるんです。これからは YouTube ショートや TikTok などのごく短い動画でのキャッチーなメッセージやイメージだけで拙速かつ短絡的に人物を評価判断し支持していくのではなくてね、常日頃からしっかりとした選択眼を養っていただきたいと切に願っております。あなたはどう考えでしょうか。ではまた Good luck。 チャンネル登録をよろしくお願いします。